ちょっとは大きくなったかな。どうですか先生。耳長小僧よ、貴様の体臭は全く変わっておらぬ。まったく、身体測定なんて面倒だわ。諦めてラムはレムの成長を目に焼き付けることにするわ。ラムさんとレムさんって本当にそっくりですよね。そっくりよ、胸以外は。で、その先生が一体何の用かしら。え、あなたのその身だしなみ最高にクールですね。え、アインズさん。そりゃ私をお作りになられた方です。いい話を聞かせてもらったわ。喜んでいただけて光栄です。ラム殿、締め切りなのはどうしたのだ。いいえ、何もない。人含んだ絵も言われぬ目つきをしているぞ。女子は保健室、男子は体育館だから間違えないように。アインズ様のお体しっかりと測定するでありんす。違う、女性だからだな。だったらなおさら。シャルティア殿すごいな。何か不満でもあるのか。ねえよ。あるよ。ねえよ。いや、どっちなんだよ。貴様らが絶望する保健室への侵入は困難であろうな。別に、覗きに行くのはお前たちの勝手だ。いつものことなのでお気になさらず。いいノリツッコミだが、カズマが覗きを成功させられるかどうかは興味があるぞ。アインズまで。レム、鎖を解きなさい。愛するアインズ様が体育館にあられもないお姿でいらっしゃるのよ。はい、レムはいつでもスバル君のおそばにいたいですし、身体測定も担当したいです。スバル君の身体測定は後で改めて個人的にやればいいだけです。個別の。関わらない、関わらないことが最善。ターニャさん、あの身長が測れないのですが。なんつうかさ、そういうのは正々堂々と行きたいタイプなんだよ。なんか今誰かから上から目線で評価された気がしたぜ。いや、軍規に違反していないことには意外と寛容な方だよ、少佐殿は。これは見えません。これは見えません。この封印を解いたが最後、この保健室は地獄と化してしまうかも。あるわけがなかろう。なあ、いい年して恥ずかしいと思わないのか。幼女に言われるとは。ほう、そんな奇特なやつが誰だ。アインズさんです。なな、貴様の格好いい。眼帯の君。先生、なかなかお目が高いですね。目はないけれど、お目は高い。ただの眼帯ではありませんね。私の目はごまかせませんよ。目はないけれど。お前よく外してるじゃないか。実はこの眼帯は私の暴走するもう一つの力を封印するためにつけているのです。では、アルテビュ・ロッフェルト・ナイト。なんですかそのかっこいいセリフは。あなたのセンスは私と同じ。アインズ・ウールコーン、名前からただものじゃないと思っていました。いや、見た目からしてすでに。やはり彼は私のライバルになりそうですね。ほう、アインズさんはかなり感性が鋭いアンデッドですよ。フィーロさん、あの身長が測れないのですが。ああ、遅かった。思ったより遅かったな。どうかしたのか。私が一番思考なる御方の魅力を理解しております。どうした、アルベド。あんな小娘ではなく、このアルベド、アルベドでございます。あなたが私の深淵を覗いているとき、私もあなたの深淵を覗いているのですよ。